皆さんこんにちは。今回は 5.1 な玉でのガチャどうするべきって動画です。1キャラあたりの触れる時間は短めで、細かいのは別で作る予定です未定。ってことで、対象は、ライデン、キーニチ、ナヒーダ、シロネン、フータオです。今回もかなり激戦区となっておりますね。あとは、この動画は性能で判断したい人向けで、そのキャラを引くとどれくらい恩恵、効用があるか。あとは無凸モチーフなしをベースにして考えます。実際それでほぼプレイしているので、無凸の場合、っていう過程ではありませんね。では、進めていきましょう。ってことで、優先度低い順に行きます。まずはフータオです。フータオは、趣味キャラの1名という感じかな。使用率で上位に出てきやすいのは、少なからず1凸が 40% とかかなり高めの比率いることも関係しています。1凸するなら考慮してもいいと思いますが、無凸で使いやすいのはフリーナイリ落下攻撃編成とか。まあ、普通に水にしてもいいと思うのですが、フータオはほぼ単体に強いキャラという位置取りになるので、普通のアタッカーですかね。地味に強化行動後の会心率バフが清風触発とかで便利だったりするのですが、まあ、優先して引くようなキャラではないというか、探索能力は例なので、今回のラインナップでは、考慮する必要性はほぼないですね。フータオ単体についてはまた別で動画を作るかもしれません。とりあえず、キャラ不足とかなら今回引くべきキャラはフータオではないです。続いて、ライデン将軍です。境界化サポート可能、表殴りで全体にチャージ供給可能で、元素スキル中は元素爆発ダメージバフも巻くことが可能ですね。フータオ同様にカフカも編成に混ざりやすいため単体に特化気味のキャラクターです。探索能力はほぼありませんね。フータオとの比較だと、境界化でサポートもできる分、使い回しはしやすいキャラクターかもしれません。ただ、境界化以外だと表殴りの時間が長いためほぼアタッカーという立ち位置です。ライデンと他のメインアタッカーを合わせたところで、強い編成になる場合は、無凸の場合ほぼほぼありません。一定の育成ができていれば、螺旋攻略レベルには届くと思いますが、それは全キャラにある程度言えることなので、一般的に無凸モチーフなしでダブルアタッカーライデンはするべきではないです。境界化は、総合力では忍ぶでよかったり、射程が無限だったり、ダメージ間隔が短いのは利点ですが、結局ヒーラーを別で入れるならヒーラーどうすんの？で、編成が高級になりやすかったり、劣化しやすかったりするので、まあ忍ぶより低いなら、境界化はフィッシュルや八重と似たような立ち位置のため、境界化で超おすすめ、とはなりづらいです。爆発バフとか、イエラン行く秋に乗せやすい利点とかありますがね。ほぼほぼ、特に主流運用ではアタッカータイプなので、ほぼアタッカーとして評価しています。探索なしでも純アタッカーが欲しいなら、操作性自体は、全体的に見てもかなり簡単気味なので、ローテーションもある程度固定化されやすいため、狙ってみてもいいかもしれません。螺旋の難易度を考えると、自分に合った操作性のキャラを考慮してもいいとは思います。ヌビレットはともかく、火力自体は高いけど、って感じで。クロリンで、リネ、キーニチ、ムアラにあたりは結構癖を感じますからね。使用率がどうのって言いたい方は、ライデンの二凸率や、151凸でもライデンの火力自体は上がるので、そこも含まれた使用率であることを無視してはいけません。続いて、キーニチです。キーニチは癖が強め。テクニック使えばスキル5連発射もしやすくできますが。まあ、画面ぐるぐるしながら使うので、マウス以外は、結構練習しないと長押しで即解除発射とかはしづらいかも。まあ、これから引く人向けの解説ではあるのでテクニックについては各自チェックしてください。で、キーニチですがナタの探索でかなり最強クラスです。横も斜めも、崖登りもある程度いけます。その代わり、ナタ以外だと平地移動能力のあるムアラに方が良さそうな雰囲気はあります。ただ、ナタは単純に移動能力が超上がるので、ナタ探索を考えるのあれば引くのがおすすめです。編成については、現在のラインナップだと、全体的にキャラ不足を感じますが、最低限燃焼や劣化化を軸にしていれば十分トップクラスのダメージが狙えます。アタッカーとしては癖があるが強い、という印象でヌビレットクラスはない。ただし、ナタ探索を考慮すると優先度はかなり高い、って感じかな。白年には特産品レーダーの能力がないので、特産品レーダーとしての能力は、群生地表示があっても便利なのは変わりないので、ナタ探索を重視する人で、特にムアラニがいない人はおすすめしたいですね。続いて、チオリです。無凸チオリさんは岩共鳴で使うのが主流ですかね。それでかつ、岩創造のできる、カチーナ、勝利、アルベドなどと岩行が主流で、単体で引いてもあまり意味がないキャラクターです。ですので、結構状況次第組ですね。白年には岩創造物がないため、白年チオリでは、チオリのパワーを発揮できません。
ちより一つすればいいかもしれませんが、無凸で考慮しています。ですので、胃は共鳴で安定的な選択肢を取りたいなら候補。誰にでもおすすめするキャラではないですね。特に勝利を赤チーナとチオリで DPS よりも安定した運用がしたい人は考慮してみてください。それでは、ナヒーダです。ナヒーダは、草元素で1枠で裏からかなりの草元素付着が可能で、出場キャラに特大の元素熟知バフをすることも可能なキャラで、付着重視なら表で殴っても強いキャラクターです。特殊能力は、スメールの人間の心の声を聞くことができるので、これは唯一無二ですね。ストーリーを重視する人は、ナヒーダは引かないといけません。というのも、一回限定のストーリーや、イベントでも適用されたりするので、スメールで何かある頻度はかなり落ちていますが、ストーリー重視勢は、文字通りその時逃すと一生他人の動画見るとかしない限り、二回目のチャンスがなくなってしまうので、ストーリー重視勢は全てを無視してでも引く価値があります。あとはフィールドの雑草をスキル一瞬で取ることも可能です。ナヒーダは草元素で付着が優秀、現時点最もコスパの高い開花系編成において、ナヒーダを外す理由がほとんどないので、ほぼ最適化させることもできるので、引くことをお勧めします。ただし、通常時の探索面での能力がやや微妙なので、まあ、螺旋特化として考えるのがいいと思います。ナタキャラは露骨に探索能力が、おまけ程度の探索と比較すると高いです。そして、5.1 では白年が来る年。白年は、岩元素ナタキャラクターで、結晶可能な元素に対して、耐性ダウン能力を保持。また、岩耐性もダウンできて、絵巻装備で岩反応時。夜根状態ならその元素と岩に 40% ダメバフなので、岩とや他の4元素編成でかなり貢献をしてくれそうです。編成に、岩と反応可能な元素が2枠以上いると爆発中出場キャラの回復もしてくれるので、回復枠を別で入れる必要がないにも魅力。あとは発動中はずっと発動なのでウェーブ対応や、一応、バフ自体も射程実質無限でバフができますね。カズハとの違いは、ヒーラーというか耐久枠実質カットできる部分でしょうか。ただ、このゲームって集敵がとんでもなく強いゲームではあるので、あとはカズハは元素変化で設置して付着も可能なので、この辺は差別化されている感じですね。強いて言えば同元素へのバフができないのはカズハの欠点と言えるかもしれません。そして、探索面では崖スケートですね。スタミナ消費なしで、夜根状態の時壁を走れます。地上の速度はそこまで速そうではなさそう?ですが、崖を登れる探索能力、地上でも特殊移動可能なので、少なくともナヒーダより総合的に価値はあると考えますね。戦闘能力だけで見れば、開花系のコスパは素の会心キャラよりも、かなり高いと思っているので、戦闘だけならナヒーダかなとは思います。使わない人は使わない系の意見をちらほら見ますが、コスパがいいのに、キャラが不足しているのに使わないのは縛ってるだけなので、性能考慮、コスパまで考えればその考え方はありえません。ただ、両方取れるなら取りたいキャラですね。キャラを引ける回数が少ないなら、カズハがいる場合はナヒーダ優先の方が、編成を広げたり対応力で考えればいいかなと思います。白年は付着回数は表だけっぽいので、拡散による元素シールド削りとかを考え出すと、カズハ白年より、カズハナヒーダの方が対応力、総合力としては高くなりそうです。ただし、戦闘以外も考慮、探索も考慮するならナヒーダよりも白年。ただし、ストーリー熟読勢は何があってもナヒーダ優先がいいでしょう。さすがに生誕祭イベントするので、ほぼほぼナヒーダの有無で 5.1 のイベント体験は変わると思います。という具合かな。凸まで考慮し出すと順番も変わるので注意。凸を考慮する場合は、無凸評価であっても凸が多い方の評価を見ると同じ考えになりやすいと思います。って感じで、5.1 までのガチャの評価でした。皆さんの優先度などお待ちしております。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。